私は普段がん治療に関わっている外科医ですというのは皆さんご存知のように実は今日本の国民の2人に1人ががんになるという国民病と言われておりますまた超高齢化社会においては今後ますますがん患者が増えるということが予想されていますがんの治療には私が関わっている外科治療だけでなくて 化学療法や放射線、また最近では免疫療療法といいった様々な治療が開発されています。でも最も大切なコンセプトは修学的治療といって例えば手術と化学療法さらには免疫療法といったさまざまなモダリティを組み合わせて治療にあたるということが最も大切なコンセプトであることは間違いありません。 しかしながらがん治療の主体となるのは今もってさらに近未来においても実は私が携わっている外科治療であるということです。しかし、そのがん治療の主体である外科治療は産経に代表される汚い、きつい、危険といったそういったネガティブなイメージがあって外科になろうという若者がどん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 減っているというのが現状であります。実ははこれは 日本だけじゃなくて世界に共通した一つの大きな問題点として挙げられております近い将来には世界でがん患者さんが適切ながん治療を受けられないということが懸念されています是非未来ある君たちに想像してほしいんです実はこの腕一本でがんに対峙してがんを治せるのは外科手術だけであるということその 使命感や達成感が私たち外科医を突き動かしているモチベーションであるということをぜひ想像してみてくださいこの中で一人でも将来外科医を目指して私たちと一緒にがんの治療に当たってそしてさらには次の世代につないでいってほしいそれが私の本日の君たちへのメッセージです